皆さんこんにちは。ディフュージョンラボチャンネルの中の人です。今回はこれまで作成してきた画像の外側を追加で描いたり、元画像の特徴を保ったまま超高解像度の画像にアップスケールできる機能の紹介です。これまで数ヶ月間ステーブルディフュージョンを利用した画像加工テクニックについてご紹介してきたのですが、ではこれを利用して何ができるか、その利用シーンについて例を挙げて解説していきます。ひとまず今回のような大きな画像を生成するために必須の拡張機能をインストールします。概要欄よりマルチディフュージョンをインストールします。またコントロールネットも合わせてアップデートをチェック、最新版を適用し一度再起動しておきます。再起動後コントロールネットのプリプロセッサにインペイントオンリープラスラマというのがあれば更新完了です。またコントロールネットの上の方にタイルド VAE という項目が表示されます。大きな画像を生成する前にイネイブルタイルド VAE ムーブ VAE2GPU にそれぞれチェックを入れておきます。大きな画像を一度に処理するのではなく、タイル上に少しずつ加工を行うオプションで、 VRAM に少し不安な環境でもメモリエラーを起こさなくなる設定となります。下の数字は環境により自動入力されたものをそのまま利用してください。さてここまで設定が終われば画像の外側を描くアウトペインティングという加工はとても簡単に実現できます。通常通り 512×768 などのサイズで一度画像を生成、生成した画像をコントロールネットにドラッグして読み込ませます。イネイブルにチェックし、下記のようにインペイントオンリープラスラマを設定します。下のコントロールモードではコントロールネットイズモアーインポータントにチェック、リサイズモードではリサイズ&フィルにチェックします。縦長の元画像の左右を書き足してみます。横方向を512から1370に変更し生成してみます。隠れている部分を AI が類推し絵を追記してくれます。元画像と追記された部分の境目が少し違和感が出ますが、シードをランダムにして生成し違和感が少ない画像が出るまで生成するのが良さそうですね。アウトペインティングについては過去いろいろなやり方があったのですが、コントロールネットで完結していて分かりやすく品質も良いので現在はこちらを推奨します。それではこの加工テクニックを実際のユースケースで実演してみます。今回は YouTube のチャンネルで設定するヘッダ画像を編集してみます。YouTube のヘッダ画像はこのようなサイズである必要があります。ステーブルディフュージョンで標準的に生成される被写体は構図指定などプロンプトにもよりますが、顔の部分がだいたい半分から少しだけ上側に現れます。また最大サイズである2560/1440 というサイズまでアップスケールして生成すると、この真ん中のすべてのデバイスで表示可能な領域から被写体が外れてしまいます。このような場合に被写体のサイズは固定したまま背景だけ拡張、被写体が収まるようにアウトペインティングで必要な領域を拡張します。ひとまずいつものように元画像を生成します。先ほどご紹介した方法でコントロールネットを有効にし、生成画像をドラッグ、下記のように設定、ハイレゾ後にヘッダ画像の横方向の最大サイズである2560以上になるよう調整してワイズを入力します。また先ほどご紹介したタイルド VAE の設定は必ず入れておいてください。サイズが大きくなるにつれ生成時間が大変長くなる、止まるといった VRAM 不足が原因で発生する事象が改善します。生成が成功すると元の画像には影響が及ばず、左右だけ書き込みが追加された画像になります。同じ要領で生成された横長の画像を再びコントロールネットにドラッグ、ヘッダ画像の縦方向の最大サイズは1440なのですが、被
被写体がいつも少し上に生成されているという特性を考慮し、少し多めにサイズを指定します。アウトペインティングを行う回数は極力少ない方が境目が目立たなくなるのですが、最終サイズをいきなり指定するのではなく、今回のように縦方向と横方向の最低2回は行うようにします。タイルド VAE の機能で少しずつ画像が生成されます。20分くらいかかりましたが、無事生成できました。あとはこちらを画像編集ソフトなどで減った画像とともに読み込みます。上下に少し多めに書き足している分、減ったサイズに合うように画像を下方向に移動できます。あとはこの画像を2560×1440で書き出し、減った画像として指定すれば良いのですが、この元画像の構図を保ったまま、さらに高解像度の画像を生成してみます。以前の動画で 4K サイズのアップスケールについて解説しました。エクストラズタブで生成する方法なのですが、この手法で生成される画像は AI が無理やり指定サイズに引き伸ばし処理を行っているだけとなります。元画像の構図などに極力影響せず、リサイズしながら高解像度の画像を生成するためにタイルの設定を追加していきます。ひとまず概要欄よりコントロールネットで利用するタイル用のモデルを更新します。ダウンロードしたモデルを下記のフォルダに配置します。古いタイル用のモデルはフォルダから移動しておいた方が良いかもしれません。 UI を再起動し、コントロールネットのタイルを選択。モデルがダウンロードしてきたファイル名と一致していれば更新が完了しています。ひとまず先ほどアウトペインティングで生成した画像をイメージ2イメージに送ります。この動画の最初の手順で拡張機能をインストールしていると、タイルドディフュージョンという項目が追加されていますので、これを有効化します。キープインプットイメージサイズにチェック、メソッドにミクスチャーオブディフユーザーズを選び、このように設定を行います。アップスケーラーには今回こちらを選択しています。スケールには設定したい倍率を指定します。次にコントロールネットを有効化、タイルを選択、下記のように指定します。この設定値の最適化については概要欄のページ解説があり、そちらを参考にしています。設定参考値は数日で変化することもあるので、頻繁にチェックすることをおすすめします。重要なのは元画像の構図を保ったまま高品質にアップスケールを行うために、ハイレゾ、タイルドディフュージョン、コントロールネットのタイルを組み合わせているという点です。ハイレゾはともかく、少なくとも現時点ではこのタイルの組み合わせが最も構図に影響を及ぼさずに高品質なアップスケールが行える手法とのことです。デノイズの設定は 0.75 を使用します。こちらの設定で生成を行いできたものです。アップスケール前の画像と比較するとその差は歴然です。少し色が薄くなっているような気がしますので、このあたりは設定値を見つめることになるかと思います。あとは生成した画像のサイズ周りを加工し、 YouTube の減った画像として設定すると完成です。本来は1枚絵で作成するものではないのですが、このような利用方法もあるよという機能説明のために取り扱いました。今回は以上となります。 VRAM に不安がある環境でもアウトペインティングや高解像度な画像を生成できる時代になりました。今後も生成工程の最適化などに動きがございましたら、こちらでご紹介させていただきたいと思います。チャンネル登録、高評価ボタン、引き続きよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。